えいそっかちの曲でございます。SNS 上にはびこっている出所身体不明なお話2 0でございます。一つはね、ファイザーとモデルナって会社は、ここ数年で超有名になった会社ですけども、ここの CEO は、自分たちの会社で作った例の予防接種、長生きしたいから絶対に打たないと公言してるそうでございます。あとね、RNA、メッセンジャー RNA の,あの開発者、 あのー、このカリコ夫妻。これもね、同じことを言ってるらしいですね。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてもう一つ。なんかね、山崎の社長とか従業員が、なんか自社のパンを食べないそうなんですよ。なぜなら、発がん性物質だから。そんなわけねえだろう。社長だって、社員だって食ってるよ。商品部の人たちだって、開発の途中で食ってるよ。そもそもね、山崎の、なんですかね、パン屋さんに、 まあ、社員として入っていた人が私のところ熟成いますけどもね。<laughs> 結構食べてるそうですよ。<laughs> うん、まあでもね。いや、SNS 上ではね、ほれ見たことかっていう風うに、一つのキーワードで、それで真実が証明されたと思う人も多いですからね。あなたはどっちですか